なんと今日靴忘れてしまいまして前代未聞のやり方だね、これは。 M さんの靴履いてます。はい、俺の圧縮シューズ圧縮さシューズ借りてますサイズが違うんで非常に窮屈で靴を破壊しかねないですよ、これ。3000円もした高級靴。あ、ちょっとなるべく頑張りますはい、じゃあとりあえず、大和葛城山でツツジを見ますよ。はい非常に歩きにくいっすこの車通る。はい、6時スタートです。路中すごいっていうか駐車場パンパンでしたね6時前でもういっぱいでした。空気がねすごい冷たい、手が冷たくなってきた。すごい倒れまくってる竹やぶ、なかなかないよこれはすごいねやば。桂木山からの農園テルジ。農園テルジ。なんでしょう。なんでしょう。農園テルジ。テルジ。じゃあテルジ行きますか。はい、よいしょ。さあ林の中を歩いています。山っぽくなってきた。完全に山になってきたね。カエルの声が近い。おお、近い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 。この辺で聞こえた。うわ、近い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 。どこ？外に出てこんな。見えんか、さすがに。すごい。沢が綺麗、本当に。道がなくなった。おっと、道がなくなった。ってことはここで塗装か。塗装か。うん。はんはん、よく上がるこれこれはこれから行くと、ああそういうことね、はいはいはい、よいしょ、はい、上がりました。こういう感じなんだ。なんかところどころ崩れとるみたいな。うん、崩れとるね。こういうとこなの。はいはい、増水やばいね。増水時どうやって登るのここあ、ここはもう立派な岩山だ。お、鎖場出た。お、鎖がある。すごい、よいしょ、ほどのあれだ、ね、あよいしょ。あ、でもね、あの雨の日とかはいるのかも。そう、うん、ちょっと滑るかもしれない、ちょっと斜めってるからね。うん、確かに。そうだね、雨の日は欲しいな。うん、確かに。このわずかだけど、はい、沢から離れました。あまりの暑さに脱ぎました。脱ぎ脱ぎタイム完了です。暑い。ちょっと前方の日差しがやばいんだけど、これは期待値でいろんなところが膨らんじゃいます。どこどこどこ膨らんでる。胸じゃないですか一服平に来ましたけど、そのまま行っちゃいますか。強い強いな今日。当たり前じゃないですか。40分、 1.7 キロ楽勝何も言えねえはい、一服平を過ぎていきなり階段地獄が見えます。だから一服しろという意味だったのか。やっぱりそうだねこれは休憩してから行った方がいいよ。すごいねやばいやばいやばい。はい、なんか頂上っぽい雰囲気になりました。日もさしてる、すごい。だって下手なんだよ。うん、思ったけど目の前になんか目の前にもう一個山が現れた。マジか、甘かった。騙されました。偽ピークです。いつものやつや。
とこのハードルみたいな感じ。ああ。これ一番疲れるやつだな。うん、木の上に乗る。あ、横歩きやがった。そういうことか。おお。鳥の声が綺麗。いやー、のどかでいいね。うん、なんかね。前半きつかったな、この山意外に。びっくりした。どうもきついと思ったらペースが146らしいです。やっぱりな。やっぱりね、宇津木だけピストンしようっていう人に合わせちゃいかんですね。感覚が麻痺してます、完全に。よくない？そういう感じを。おー、ツツジすげえ。あ、めっちゃいい、ここ。緑の森の中にあるツツジ感が半端じゃねえ。綺麗。はい、なんと林道に出ました。あ、違う。林道歩けばいいの。ここは車が通れそうな林道だね。そうだね、作業車通って。あ、なんか建物もある。あれ、もう頂上？頂上？来た？ついに。意外に、意外に飽きなく着いたね。しかもやっぱ山頂っぽいね、確かに。っぽいね。あ、桂木さんの天馬か、これが。あ、こういう風になってんだ。なんかすごいもう、スモスっぽくね。うん。なんかでも見たことあるね、これなんかね。杉中な、それとも。でも密度がやばいよ。うん、密度やばい。この密度は見たことないわ。杉中かもしれん。すげえ、なんか微妙に綺麗。これはこれで。すごいね。うん。座ったと思ったね。はい、ツツジ園の案内がありますね。これか。これか。はいはいはい。待っとるよ。あ、どう？さあ、着きました。おお、何これ？ちょっと見るか。ちょっと。あった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 。何が見えるの？絶景っぽい。あ、すげえ。ツツジではなかった。ちょっと方向違うんじゃないこれ。さっきの道路、通路から見た景色が見ていい感じに見える。カツロギさんです。ツツジが咲いてる。おお、いいね。緑と赤がいいんだよね、うん、やっぱり。来てるよこれ。おー、すごい綺麗。おお、これは綺麗や。いや、赤ばっかりだね。めっちゃ赤い。あー、綺麗。うわ、すごいわ。時々ピンク色混じってるね。え、あ、素晴らしい、素晴らしいです。はい、ツツジのとこ来たかな、これは。おお、すごくね、なんか。おお、すげえ。おお、すごい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 。あ、目の前がこれ金剛さん。いいね。あれ金剛さんか。ぽいね。お、すごいすごい。お、ここにデッキがある、なんか。こっから見てください的なやつか。確かにこれはすげえ。すげえ。どう？やばい。やばい。やばいやばい。さあ、下に降りてみます。
いやー綺麗だなー、ツツジに囲まれてる、すごい、これはすごいわ。おお、これはちょっと色が違う、うん、これいいわ。多いなあ。すごいツツジのトンネル。これはすごい。おお、ずっと続いてるね。こっち方面に見ける。これはすごい。はい、反対側の一番上まで来ました。あー綺麗、ここもすごいね。すごい、もう綺麗。あ、綺麗、こうもすごい。あ、綺麗だな。ちょっと終盤ですけど、全然遠巻きに見ればまだまだ綺麗です。こっちが山頂なのかな。こっち行ってみますか。おお、すげえ景色や。なんじゃこりゃ。うわ、絶景すぎるやろこれ。ここは山頂広いね。山頂の奥にまた山頂がある感じ。あそこは本当の山頂か。書いてある。はい、山頂来ました。順番待ちしてる。はい、この一発で分かる佇まいで座ってる人発見しました。バレバレだった。白川郷に肘山おかしすぎる。この節操のない天狗本体、はい、絶景に特化出ました。あ、向こうの町の方すごいね。あれ大阪の、ね、大阪まで、大阪か、すごはい、YouTube のライブカメラらしいですね。むせられて。は
はい、まさかのこの人混みの中のここにありましたね。そうそうそう、はい、人混み感雑踏の中に雑踏の中にすごい、ね、ここにある感じやべやべやべ。はい、ライブカメラバッチリ成功しましたね。ナイスです。面白かったね。10分粘りました、ね、10分粘りました。いろんなポージングしてから粘りました。普通の天雨ソフトボール食いながら降りてる人がいます。ソフトボールではないですよ、ソフトクリームです。ソフトクリーム、はい、これソフトボールって言った。いや、そんな気がする。後から検証しよう。ああソフトボールを食ってる人います。はい、硬いよソフトボールは。はい、水越峠ですね。はい、つつじとはお別れです。また来るぞ。あ、涼しい、日陰は。さあ、ではサクッと下りましょう。あ、いきなり下りなのに上りじゃねえか。ここもパラインライドあるんだ。お、めっちゃ開けてるやん。後ろからも。すごいすごいすごい。うわー、こんなどっか飛ぶ。すごいすごい。はい、帰り際にまさかの絶景ポイントあったね。よかった、教室の絶景ねえ、めちゃめちゃ見晴らしよかったね。さあ、では気を取り直して下りましょう。はい、だいぶ下ってきました。きつ、膝を痛めましたんで下りはきついです。ドクターストップかかりそうですよ。プラス靴ずれ、いろいろあって、靴がないのが問題。そう、靴は悪くない、俺が悪い。全て僕が悪いです。登山靴を忘れるという大失態をしてしまいました。はい、道路まで降りてきました。おお、すごい、靴洗えるようになってんだ。すごいすごいすごい。なるほどね、素晴らしい。これ鏡の上だった。あいつ、おー、いいね、ちゃんと靴が洗えるようになってるって。人間ついてる。はい、ずーっと道路を歩いてます。あ、来てきました。バイクです。ダイヤモンドトレイルです。なんか間違ってる人がいます。そういう意味じゃない。はい、帰ってきました。疲れましたね。疲れた疲れた。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、何とか行ってくれました。はい、はい、桂木さん行ってきました。今回はなんと登山靴を忘れるという大失態をしてしまって、残念ながら靴ずれはするわ、膝は痛くなるわで最悪の参考となりました。靴は一緒に行った M さんの、普通のスニーカーを借りたんですけど、サイズが二回りぐらい下で、ずっと指を曲げて履く状態になってしまい、とてもきつかったです。でもツツジはですね、最高に綺麗で、ちょっと終わりがけだったんですけど十分見れました。全盛期だったらもっとすごいのかなと思ったら、またちょっとリベンジして、ぜひ見てみたいですね。はい、そんな感じでした。まあ、天気も良くてすごい良かったです。では終わります。